いつも楽しく配信を見させていただいております。ありがとうございます。お悩み相談についてメールしました。単刀直入に申しますと、半年お付き合いしている彼氏がフィニッシュしていないという内容です。ほう、初めてお付き合いをした彼氏になります。半年間、お付き合いをしておせっせするのですが、彼がフィニッシュを迎えるのを見たことがありません。性欲がゼロというわけでもなく、 ED や中折れという感じもないのです。友人に相談すると、そんな男性と付き合ったことがないと驚かれました。本人にもどうすればフィニッシュできるのか聞きましたが、はぐらかされました。ネットで調べると、フィニッシュを迎えられないのは珍しくなく、精神的な問題も影響しやすいとのことです。こういった性のことは繊細なので、なかなか彼と深く話し合えてない現状です。そこで石川さんやリスナーさんのご意見やアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。という。なるほど。初めてお付き合いした彼氏になるということは、あなたとしては処女だったってことだよね。そういうことでよろしいのかな。まあまあ、もしかしたら、まあ、付き合わずに終えてるってこともあるけど、まあまあ、ほぼほぼ未経験というか、男性経験は少ない方というふうに考えていいのかな。まあそうなると、まあ、単純にそのテクニックっていうところにやっぱ差はあるだろうし、繰り返している経験人数の多い女性とはね、その雰囲気作りとか流れとかっていうのもあるので、まあ、まずその点が一つと、あとは次男性側の方なんだけども、まあよく言われてるのが、まあ、G 行為のしすぎ、その男性側が G 行為のしすぎで、その異性とするよりも、まあ、自分の G 行為の方が気持ちよくなっちゃって、その異性とした場合にこういけなくなってしまうと、フィニッシュできなくなるってのは聞いたことあるよね。その自分の手の方が恋人になってしまうっていうのは聞いたことあるけど、あと3つ目は、まあ、射精障害とかね、もうあるけど、どうなんだろうね。どうすればフィニッシュできるのかって聞きましたが、はぐらかされましたってのは、そのはぐらかされた理由としては、ちょっとそういう繊細な話で恥ずかしくなっちゃってはぐらかしたのか、彼氏自身もなんか見覚えがあるのかとか、その彼女とする時以外にめちゃくちゃオナニーが好きすぎて、めっちゃオナニーしてるから、それで彼女と行けなくなってるって分かっててはぐらかしてるのかとか、まあいろいろ考えられるんで、そのはぐらかすっていうのもね、まあ彼女としてはちょっと複雑にはなるんですけど、彼に風俗に一回行ってもらったら、そこでもし風俗で行けるんだったら、あなたとの相性とか、あなたとのこうテクニックの差っていうところで彼が行けないだけなので、だってその彼がその行けないっていうのは、その病気で行けないのか何で行けないのかがわからないから、もし風俗で行けるってなった場合、別に行けない彼氏ではないってことはわかるじゃないですか。まずそこがわからないじゃないですか。そう、その本当に肉体的なものでいけないのか、精神的なものでいけないのか、技術的なものでいけないのかとか、そういうのをどんどん絞っていかなきゃいけないから、風俗に行っていけるって分かればとりあえず精子が出る人なわけじゃん。本当はこれっていうのをそのカップルで話し合って、オナニーではいけるかどうかは聞くべきなんだよね。それは聞いたのかなと思う、俺、彼女として。そのはぐらかされたって言ってるけど、フィニッシュの前にオナニーでちゃんといけるのかって話、まず彼氏が精子がちゃんと出るのかどうか。オナニーでいけて、セックスでいけないんだったら、あなたとの問題になるじゃないですか。まずそこなんよ。オナニーも全くしてないっていうんだったら、また話変わってくるじゃん。そう。オナニーは全くしてない。全くしない。したことないとかいうレベルで、だったら、そもそもまた別の問題を考えなきゃいけないんで。オナニーは定期的にやってて、オナニーではちゃんと出せる。っていうんだったら、出る体ではある。セックスではできない人っていう話になるから。そこはでもカップルで話し合うべきだし、と思いますけどね。と思うかもしんないけど、まあ別に風俗って浮気じゃないし、俺はそう思ってるタイプなんだけど、まあまあそこはまあ価値観いろいろあるわな。だけど、絞ってかなきゃいけないから、彼女とした時にフィニッシュまでいけないっていう理由をね。マジな話、そのカップル間で相性が良くない可能性もあるわけですよ。単純にその彼氏のと合わないっていう。だって彼女も初めてお付き合いした彼氏になるって言ってるから、そのテクニック的なところで、彼氏がフィニッシュを迎えることができてないだけかもしれないから、じゃあテクニックを持ってる女性だったらいけるかもしれないんで。まあそうなれば、じゃあ彼女もテクニックをつけるしかないし、その彼氏がいけるようなところをこう、今後はやっていくべきだからさ。そう。だから俺はいろいろまず話し合いから始めて、オナニーでいけるかどうかを確認した上で、絞っていった方がいいんじゃないかなって思いますけど。
はぐらかしてても答え出ないんでね。むちゃくちゃ臭いとかないよね。はぐらかしてる理由としてむちゃくちゃ臭いとかないよね。うん。そしたらだって彼氏も言えないじゃん。お前めっちゃ臭くて俺無理だわとか。いや、脇がとかでも自分で気づかない人いっぱいいますからね。まあいろいろいるのよ、男でも。そう、口咽っていうそのお口の方では絶対にいけない男の人もいるからね。男の体もやっぱ女性と同じように結構繊細で、そう、何でもいける人もいれば、ま、これはいけない、これはいけないっていう人もいるんで。だけど、その、正直、女性がいけなくてもセックスって成立するけど、男の場合いけなかった場合って、もう露骨にわかるからね。女性の行く行かないはさ、まあ鈍感な男からすればよくわかんないからさ、女性側が演技で行くって言えばさ、それを信じちゃう男もいっぱいいるだろうし。だけど男の場合はもうね、フィニッシュってイコールっていうところで分かりやすいものだから、行かなかったらやっぱり彼女の方はショックじゃんね、してるのにね、私じゃ行けないんだってなっちゃうからさ。のりさんは早漏ですか？一応早漏の定義って15分未満らしいよ。15分未満、 AV 男優の動画で見たんだけど、そう、なんか女性が一番セックスで気持ちいい時間って15分らしいです。はい、だいたい15分。だからその15分も持たない人っていうのは一応早漏扱いになる。多分みんなの早漏定義、早漏のイメージで3分とか、ミコスリハンとか、多分そういうのを早漏と思ってるかもしれないけど、10分でも一応早漏になっちゃうんですよね。でもまあ男もなんて答えていいか分かんないからね、どうやったらいけるのってなってね。まあでも個人的には声や表情も大事だと思いますけどね、女性の。バッて正常位した時に、車で引かれて帰るみたいにめっちゃ顔不細工だったら、やっぱり男もなえるし、そう、やっぱ仕草とかも大事ですよ。片方の手は握ってるけど片方の手は布団掴んでるとか、やっぱこういうところもやっぱり視覚上こういくから見えるわけじゃない。もうこんな顔でやられても困っちゃうからさ、やっぱり顔作りとかも大事だしさ。俺的にはちょっとテクニック面な気するけどね。俺はねやっぱりその初めての彼氏って彼女が言ってるから、うーん、まだまだその経験的なもんかなっていう感じはするけどね。あとはもう、なんだろう、こう、アンダーヘアが縁柱みたいになってるとかね、もう、ブワーみたいな、お焚き上げみたいな感じで、もう全く処理してなくて、そう、炎のようにこう、燃えてるっていう、そう、煉獄さんみたいになってるかもしんないしさ、そう。まあ、そういうのが好きな人もいるんだけどね。うん、なんか、これも、ほんと性癖で、もう本当に性癖って、もうなんか、100人いたら100通りあるぐらいあって、いや本当に好きな人好きなんですよ。あのアダルトビデオでもその剛毛ジャンルってあって、めっちゃ顔がロリなのに、体もロリなのに、顔ロリでおっぱい大きいのにアンダーヘアがボーボーとか、もう全然あります、そういうのが。あらあらあら、そういうの売れてんですよ。だから本当そこそれぞれなんで、そのカップル間の夜の営みっていうのはもう相性なんよね。相性じゃなかったら浮気ってないっすよ。だってそうじゃん。出会ったカップルが全員が全員 100% の相性であれば、じゃあなんで体の浮気すんのって話になるんですよ。やっぱり 70% だから 30% 満たされない部分他行っちゃうかもしれないし。だから、日本中のカップルが全て夜の相性が合ってるかって言ったら、そうじゃないからね。うん。やっぱ話し合いが大事だと思いますけど、頑張ってください。解決できることだと思うんで。まずはその彼氏のオナニー頻度から聞いた方がいいと思います。私は、いつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。